ピニンファリーナデザインのバスピニンファリーナは、バッティスタ、ピニンファリーナが1930年に創業した、イタリア最大のカロッツエリア及び、グループ企業。創業時と変わらず、トリノを本拠地とする。現在は、バッティストの孫である、パオロピニンファリーナが、CEO を務める。フェラーリに代表される自動車のデザイン及び、エンジニアリング、中規模の生産工場を用いた区生産を、 主とし、特に既存車からかぶり折れ、バリオルーフなどのコンバーチブルにリデンすることを得意とする。また、デザイン分野において、垣根がなく、船舶、電車、トラック、バス、トラクター、モーターサイクル、フォークリフト、オフィスチェア、プロジェクター、スピーカー、エスプレッソマシン、ゴルフクラブ、電話機、サングラス、時計、靴、歯ブラシ、蛇空ジ,ャクージ pc 周辺機器などまで幅広く手掛ける。2006年の鳥のノ、東急リンピックに深く関わっており、聖火台とトーチのデザインを及び12000本のトーチの製造、カウントダウンクロックのデザインなどを担当している。近年は、ピニファリーナ創業初期がそうであったように、フェラーリ P4、5、フェラーリ612カッパなど富裕層向けに、 プライベートワンオフカーの製作にも力を入れつつある。2015年12月、インドのマヒンドラグループ参加の自動車製造会社、マヒンドラマヒンドラと、同じくマヒンドラグループ参加のテックマヒンドラが、株式の76%を取得し、子会社とすることを発表した。会社の独立性は維持される。などなど、ブルーバード2代目410型。 セドリック二代目130型でピニンファリーナにデザインを委託。フローイングラインと呼ばれるエレガントな曲線をまとったが、日本国内ではリアの尻下がりスタイルが不評であったことがあだとなり、ブルーバードは販売台数でライバル車種のトヨタコロナの後陣を廃する結果に終わる。セドリック、ブルーバードともにモデルライフの途中でリアの尻下がりスタイルを強制する。 大掛かりな金型の変更を行っている。1984年、ピニンファリーナがシュティカブリオレのボディ基本構造、ソフトトップのスタイリング及びレイアウトの設計をしたことから関係が深まり、同年鳥のショーでミッドシップの HPX を発表、ただのモックアップモデルであったが、NSX 開発の原動力となっている。1995年、東京モーターショーで、 電動格納式ルーフのスパイダー、アルジェントビーボを発表した。ホンダの 2451cc 直列後、気筒エンジンの G25A を採用。当時ホンダにはなかった、フロントエンジンリアドライブを実現するため、トランスミッションとサスペンションには NSX のものを流用し、ピニファリーナ独自に製作したシャシーはフレームに、アルミ押し出し材を、ボディパネルも、アルミ製とした。 前後のフードパネルは鏡のように研磨されていることから、イタリア語で流動する銀と名が付けられている。同時に、ホンダはほぼ同じコンセプトの SSM を発表し、1999年にそちらを布石とした S 日戦が発売された。1999年、パジェロイをベースにしたパジェロピニンが発表され、ピニファリーナの工場で生産されていた。 翌2000年には日本でも外観の衣装をピニファリーナが手掛けたパジェロイオソレントが発売された。また2005年欧州仕様のコルトに電動格納式ルーフを採用したコルトクーペカブリオレを発表2006年4月からコルト CZC として同工場で生産が開始された。ありがとうございます。